はいみなさんどうもお疲れ様です。今日はね、ツムツムのコイン補正について調べてまいりましたので、話していきたいと思います。で、このね、ツムツムのキャラクター、今全ツムで466体いるわけなんですけど、このね、466体全ツムの補正検証をしてきました。もうめっちゃ時間かかったから、もうみんな褒めて <laughs>。 はい。なので、今日はね、詳しく話していこうと思います。で、あの、話の流れとしては、この4つですね、えっと、コイン補正とは何ぞやってところと、このコイン補正にもいろいろ種類があるので、まあ何パターンテーブルごとに分かれてる感じなんで、えっと、それについて話す。で、3番目に、まあ1番みんなが気になってるところかな。まあ、どの粒にコイン補正が入っているのかっていう種類別も、えっと、分けてあります。で、最後にね、特殊補正。このね、 種類とは、また全然違う感じの補正がかかっているツムが何体かいるので、そう、それについても、多分ここが一番話長くなるかな。ちゃんとね、解説していきますので。はい。よろしければ最後まで見てってください。 はい、まず一つ目なんですけど、コイン補正とはなんぞやってことで、これはね、スキル時に通常のコイン数よりもマイナスまたはプラスでコイン数が入ってくる。これをね、一般的にコイン補正と呼んでいます、まあ。スキルを使わないで普通のチェーンだけで入ってきたのは完全に補正なしです。で、スキル時っていうのはまあ消去系だったり、まあ、変化系のツムもいるよね。高得点なんちゃらが出るみたいな。あれで消去した時のコイン数にも補正が入っているツムっていうのがいるので、まあ完全 に補正なしっていうののはチェーンのみで、すね何もしてない時ののチェーンのみでこのコイン補正っていうのはなんでつけてんのって話なんですけど、これね、ゲームバランスの調整のために付けられているはずです。まあ、消去量が多いからマイナスの補正をかける。で、少ないからプラスの補正をかけてコインを稼ぎやすくするっていう感じで付けられてるはずなんですけど、まあね、中にはね、この粒にマイナスつける意味あるとか、 <laughs> この粒プラスつけたら強すぎないっていうまあそういう粒もいるんですけど一応は調整のためでそのコイン補正検証をねまあこういう表にまとめてまあこれはねスコアで見せたと思うんですけどまあこちら側にねコイン補正の表を付け足してランカねもうすべて調べてきましたこれ466体多分僕だけだよこんなことしてんの <laughs> 普通にゲームしないでひたすらこんなプログラムの中いじるような <laughs> してるのは。 はい、これすべてやっております。で、な、もしかしたら、あのー、どっか見落としがあるかもしれません。一応ね、スキルレベルごとに、あの、補正値が変わってるツムとかも、まあ、ここら辺とかね、調べてはいるんですけど、例えばね、あの、コイン量 3L とか。 スケルごとに L とか 2L とか変わってくやつ。もう一応調べてあるんだけど、中にはね、そういうテキストが書いてないツムで、コイン補正かかるツムってのもいるので、もしかしたらどこかで見落としがあるかもしれないけど、多分全部調べたはずです。ってことで、はい、次の話行きましょう。 で、次にコイン補正の種類が、まあ、いくつあるのか、どういう種類があるのかっていう話ですが、まあ、主にこんな感じで僕は表分きをしています。まあ、一番こっちが通常のコイン数。で、そこからマイナスの A 対、マイナスの B 対、C、D ってあって、で、プラスの A、B、C みたいな感じであります。で、このコイン数っていうのが、主に増加量で分けられているんですけど、まあ、1枚ずつ増えてって、2枚、3枚、5枚、10枚、12枚。 で、これがね、えっ、ー、と、補正なしのコイン数ですね。で、マイナスの A っていうのが、ここで1枚ずれます。さっき最後12枚だったのが、これ11になって、9、えー、4、2、1。って感じで、あのー、これ全部1枚ずつずれていくんですね。マイナスの B になると、ここが10枚。っていう風に、テーブルごとに分けられているんですね。で、このね、 あのマイナスの A とか B とかってどういう風に分けてるかというと、まあ、こっち見てもらった方がねイメージしやすいかな、まあ、真ん中が補正、まあ、グラフみたいなもんだよねで、えー、と右に行くにつれてプラスの補正値が高くなる ABCD ってでマイナスに行くにつれて ABCD 僕はこんな分け方をしているまあね巷だとあのー、ここがね補正率約9割8割7割みたいな感じで言ってるんですけどこれ 実際ね、あの、増加量が変わっていくので、その、パーセントが結構ずれます。例えば、ここだとね、確かね、約8.9、違う、89%か。89%なので、約9割なんですけど、ここ、20小教とかだと、あのー83、83%なんで、まあ、8割より。 なってくるのでまあ、そこの増加量の違いによってちょっとパーセント割合だとねうまく表せないからまあ僕はね A 対 B 対 C 対っていう感じで今回お話ししていきますこのねマイナスとかプラスが一体いくつまであるのかっていうんですけどまマイナスは F まで ありました。A, B, C, D, E, F.6 段階まであります。はい。プラスの補正がね、これね、たくさんあったんですけど、多分ね、これね、全然予想つかないと思う。これわざと隠してるんですけど、<laughs> 一体いくつまであると思うみんなこれ。もう本当は、はるか上行くと思うよ。ってことで、えっ、ー、と、まあ、先に言ってしまうんですけど、これね、実はね、えー、はい。プラス R まであります。 R まであるんだよ R って言われて何段階か分かるみんな。<laughs> R えっ、ー、とマイナスがさっき6段階って言ったよね。R はねえー、と18段階ですね18。<laughs> プラスの補正が高すぎるんだよこれ。ってことであのー、プラス補正 R の積が一体何の積かちょっとねみんな予想しといてください後で話すんですけどね。 で、三つ目の話で、一体どのツムにどの補正がかかってるのかってことで、こんな感じでまとめてきました。マイナスの補正 A がかかってるのが、このツムの画像のやつですよってことで、これすごくわかりやすいね。もうパッと見でわかるね。もう自分褒めたいわ、これ <laughs>。で、これ見てね、意外と少ないって思ったんじゃないあの、460体もいて、22体しかマイナスの A かかってないんだよ。うん、僕ね、これ作っててね、めっちゃ少ないなって思ったんだけど、もっと いると思ったはい。で、これ、あとはリリース順に分けてますので、一番最初にマイナスの A かかってたのが、まあ、ファンタズミックミッキーでしたね。まあ、そっからだーっと、まあ、ここら辺が最近のツムかな。マイナスかかってんねって言われてたツムがたくさんいます。で、その次にマイナスの B ですね。はい、マイナスの B が、まあ、ここにも強いツムは何体かいましたね。えっ、ー、と、コブラ・ジャファーとジョアンとカガミとか。 で、あの、ジョアンと鏡はね、あの、スキルレベルによって補正値が変わっていくので、一応スキルマックスでマイナスの B になるって感じです。後で詳しく話しますね。で、サーラマンダー。じゃあ、エルサ。<laughs> エルササラマンダーは、これ全パターン B でしたね。エルサで凍らせて消去した時にマイナスの B。サラマンダーで消した時にマイナスの B。で、凍らせてサラマンダーで巻き込んでもマイナスの B でした。全パターン検証してます。 で、あとは、次、マイナスの C ですね。マイナスの C もう少なくなってきます。ここ5体ですね。意外とサップエルもマイナスの C でしたね。ま、クイーン、なんでかかってたのかわかんない。ユキエル、これ有名だね。でワンダにもかかってて、えっ、ー、と、マスカレドハですが、あの、ランダム消去人のみ、えっ、ー、と、マイナスの C がかかりますね。あの、十字消去の時は補正なしなんですけど。ま、ここら辺からね、なんかした時だけ補正がかかるっていうのがいるんだよね。 あの、上のこれもそうだ。えっ、ー、と、マスカレード女王、あの、特殊ボムの消去人のみマイナスの B がかかるっていう感じです。まあ、ここら辺はね、あのー、こっちの方に書いてあるんですけど、ここをよく見ると、ちょっと見づらいかもしれないけど、ボム、特殊ボム消去時とか、毒リンゴ消去時とか、すべてメモしてあります。で、次にマイナスの D ですね。ダースベイダー、ジェダイルーク、ビジョン。ってことで、 まあ、ダースウェイザーとね、ジェダイルークはね、同じようなスキルなんで、まあ、同じ補正値だなっていうのは分かってたんだけど、ここにね、ビジョンが絡んできましたね。もしかしたら今後もなんかこういうツム出てきそうだね。ここら辺のは。はい、3体です。で、その次にマイナスの E なんですけど、ここ2体ですね、2体。ね、ニックとミッキープルートあのね、ニックなんでこんな補正かかってんのって話なんだけど、あの、多分ね、これ、 原作再現あの、ズートピアの映画見ると、まあ、ニックがね、脱税してるんだけど <laughs>、稼ぎでね。多分、それに合わせて補正値つけたんじゃないかなっていう予想なんだけどね。俺の稼ぎは1日200ドル差みたいな言ってたやつあったね。で、ミキプルも、これね、えー、っと、マイナスの E がかかってるんですけど、これがね、えー、っと、ちょっとね、特殊な、 事態がありまして、あのー、次お話しします先にマイナスの F ですねはいマイナスの F がマスカレード・マレフィセントのみですあのー、あこれごめんごめんここ E ってなってる F にしますねはいマイナスの F がマスカレード・マレフィセントここの補正値が初めて追加されたのでもしかしたら今後 FG ここがあの5になって3になってみたいなもっとひどいあのマイナスかかるツムが出てくる可能性が出てきたね ってことで、えっ、ー、と、まあ、特殊ケースにはなるんだけど、このミッキープルートの補正がね、ちょっとね、ややこしいことになりまして、えっ、ー、と、こっちで見よう。マイナスの E は E なんだけど、あの、重ね書きをしたときに、この補正値がおかしかったんだよね。これ、あの、まばらになってるのが、重ね書きで消去した時のコイン数。 で、この18とかは、あえて扇風機とか使って消去量減らしたバージョンなんだけど、これね、あの、消去した時のコイン数が、まずね、どこの補正値にも当てはまらないっていうこともあって、さらにね、消去するごとにね、コイン数が変わってたんだよね <laughs>。これ、21消去の時に、53消去と50、あ、53枚と57枚。30消去118枚と111枚って。これ、 コイン数が変わることは絶対にないので、あの、ダイツムを巻き込めばちょっと変動するんですけど、まあ、ツム巻き込まなければ絶対変動することはないので、そう、これでね、えっ、ー、と、変動したことによってなんかおかしいなと思って、いろいろ調べたんだよね。はい、で、えっ、ー、と、左側に、あのー、ミッキープルートの重ね掛けジの動画を撮ってあるんですけど、これね、多分、ちょっとね、 完璧には調べられなかったんだけど、多分ね、この消去判定が重複判定になります。このミッキーの泡は、あの、マイナスの E。骨プルの縦ラインはマイナスの E。まあ、骨ボムはね、補正なしなんですけど、まあ、どっちもマイナスの E がかかってるんですね。で、これで重ね書きをすると、マイナスの E にならずに、ちょっと多いんだよね。まあ、34消去で142コイン。 で、これ、えっ、ー、と、34勝規で121コインなので、絶対に多いんだよね。あの、マイナス E よりも下がることはなかったんですよ。ってことで、なんかおかしいなって思った時に、あのー、ミッキーの泡の判定と、これね、細かく言って、ここら辺、ミッキーの泡、ここ、このミッキーのツムが、 先に泡で消えて、その後に、あの、プルートの縦ラインがここ入ってるんだよね。多分ここでね、重複します。じゃないと説明がつかん。で、あの、コインが入ってくるのは、コインのマークが出るんですよ。このツムに、ほら、コインのマーク出るでしょこれが出たのは、あの、そこから増加量分のコイン数が出てるんですけど、これ見ると、最初の3 効いてコインのマーク出てないから要は1,2,3消去目のツムになるんだよねでこの後進んでいくとこれなかったでしょ今コインのマーク出てない出てないのに <laughs> コインが出るんですよ <laughs> だからここ多分ね重複判定でまあ、上書きされる感じかな後からなんでここのゼロだっ たのがえー、っと 33, 消去33の時に7枚増加なここに7がプラスされるんだよねきっと。なのでえー、っと136そうすると実際33消去で114コインなんですけどえー、っと136コイン大体20枚くらい増えてる。 大体ね、大体20枚。ってなると、これ777って言ったら3、3して21なので、20枚くらい増えてるんですよね。まあ、説明がつくんですよ、そうすると。で、まあ入ってたツムが、例えば1234、まあここら辺の何勝挙目で判定が生んだかによって、ここが7にさらに追加されると、まあ6枚増加。通常よりもさらに6枚多い。 ってことになってくるので多分そこの違いでその20枚だかそこらが増えてるはずですてかこれ以外説明ができないのでこのミキプルに関してはただこの泡もねあの消去判定消去順がバラバラなんですよね縦ラインとかだとあの下から1234って数えてくんですよね縦ラインの順番ってまあこれだと横にこう広がるから えっと、多分こっちから右左どっちかに順番に行くんですけど、泡がね、バラバラすぎちゃって、あの、重複したツムが何番目になるかわかんないので、ちょっとね、何コイン増加してるのかっていうのが調べきれなかったんですけど、多分重複判定になります。で、他にね、消去判定が被るツムっていうのがいるんですけど、こういうオシャレマットハッターこれ3方向に消すので、 消去場所が被るんですよね。まず最初に斜めで消して、その次にもう一回斜めが来るんで、ここでこのツムが重複してるはずなんですけど、まあ縦ラインもね、こうやってバーってきて。なんだけど入ってくるコイン数は、あの、通常通り補正なし。補正なしから多くなってることもないので、このスキルで重複した分は、 被らない重複しないミキプルの場合は、ミッキーのスキルとプルートのスキルが被るから、えっと、重複する。二つのスキルが、 消去判定が被る。さっきのおしゃれは一つのスキルなので多分重複判定が生まれなくて、ミキプルに関しては二つのスキルってことなので多分この現象が起きてるんだと思います。はい、少し話長くなってしまったんですが次、プラスの補正の方見ていきましょう。はい、プラスの補正なんですが、これね、一体一体、今各テーブルはめちゃくちゃ少ないです。 はい。まず、プラスの補正 A がかかっているのが、この4体ですね。白雪姫と海の魔女、アースラ、侍大将、ダースベイダー、パレード、アリスってことなので、意外と少ないよね。まあ、ここら辺はね、結構強いツむって言われてるね。この小距離に対して、プラスの補正つけていいのっていう感じなので、まあ、かなり強い方だと思います。ここ2体は結構上位だね。はい、次、プラスの補正 B なんですけど、これね、1体しかいなかったです。ウッディーバズ。 の、バズの方だね。ウッディはスコアボム出すだけなので、バズのスキルにプラスの補正がかかってます。ここら辺がもう14枚ずつ増加ですね。はい、その次、プラスの補正 C なんですけど、ここがね、ちょっと多かったね。5体。まあ、蒸気船ピート。まあ、これはね、僕前からね、こいつプラス補正かかってるよって言ってたんですけど。で、次にデストルーパーと、まあ、タンキング,グーフィー、これ報酬積む。 だったよね確か。報酬ツムなんですけど、ちゃんとプラスの補正かかってましたね。で、フレディ・マーキュリーにロキ。まあ、この中で、まあ、コイン補正じゃない、コイン稼ぎとして、まあ、使っていけるのはロキくらいだね。プラスの補正かかってるけど、全然使えないツムっているので。はい、次、プラスの補正 D なんですけど、これ、ダンシング G にのみです。本当プラスの補正意外と少ないのよ。 ダンシングジーニーでね、まあ、たまたまね、40用強とかできたら466個も入ってくるからね、めっちゃプラスよね。 はい。次にプラスの E なんですけど、これ3体ですね。レディーとパックマンとリロイ。まあ、レディー意外と E 補正もあったんだなって思ったんですけど、まあ、スキルがそもそもね、全然消去できないので、ただ効果時間があるだけだから、あんまりプラスの恩恵はないんだけどね。で、パックマンも、確かにね、消去数は多くなるんだけど、時間がかかるから、意外とワンプレイ伸びないよね。で、リロイも、あんだけ消してるけど、一回一回の消去量が少ないから、あん、 あんまり伸びないいいねこここらら <laughs> だけいい補正もらってるのにはい次、プラス補正 F なんですけど、これクラリス、ハム、ダルマミニですね。まあこの2点に関してはスキルレベルごとに補正値が変わってます。スキルマックスだとあの F になります。で、クラリスが変化して出てきたハート目のチップデールにのみプラスの補正がかかってます。 はい、次、プラスの補正 G なんですけど、ここいません。A, B, C, D, E, F, G。H が3体ですね。レイヤー姫、ならマスカレット、ベル。で、奈良もさっきのクラリスと一緒で、変化して出てできたシンバにのみ、えー、っと、プラスの補正の H がかかってます。 はい、次、プラス補正、あい、ってことで、オーロラ姫。これも変化系で、フィリップ王子にのみ、えー、プラス補正がかかってます。で、こっからね、ちょっと飛びますね。プラス補正、K が、はい、バッドハットミニーですね。これは強い。<laughs> このツムにプラス補正をつけちゃかんかったね、ほんとに。だかまあ、つけてもよかったけど、K までつけるのは多分バランス崩壊してるね。だから多分上も出さないんだと思うけど。はい、その次に、プラス補正、N、 ですはい。ほっこりミッキーですね。まあ、このツムも、えっ、ー、と、スキルレベルごとに補正値が変わっています。まあ、ここまで消去数出るのは、あのー、ミニーを出すスキルなので、一応86チェーンとかも全然可能です。はい。一応、スキルレベルごとに分けると、スキル1だと補正がないです。ほっこり。で、スキル2で B 補正。スキル3で E。で、ここから3段階ずつ。H、K、N まで上がって。 できますはいその次にお待たせしました先ほどのクイズはいえー、っとプラス補正 R がスクルージですね全積分の中でトップの補正率ですはいもう脅威ですよこれ R まあ上の方にね書いてあるんだけどえー、っとプラス補正えー、っと出したのが、まあ、A が4体 B で、まあ、CDEF いてトーンで HI で K で N でさらに意味て 4つが4つ上の R になります。まあ、スクルージもスキル MAX で R の補正値になりますね。で、プラス補正が合計で24体ってことなので、まあ、思ったよりも少ないよね。っていう感じですね。はい、もしね、気になったツムがいたら、自分のね、所持ツムをね、調べてみてください。はい、ということで、ここからは、その特殊 ツむについての話になります。ここが一番長いね。はい。まず、ハムなんですけど、スキルレベルごとにプラスの補正が変わってきます。えっ、ー、と、スキル2だとプラスの B。まあ、スキル1がプラスの A だね、これ。順番でいくと。A、B、C、D、E、F と上がってきます。スキル上がるごとに1段階上がってると。で、さらにね、この、コイン量 3L とか、 スキルレベルごとに分かれてるんですけど、これの差がね、あの、ハムをスキル中にタップで転ばすとコインが入ってくるって、多分スキルの説明にもあると思うんですけど、このね、入ってくるコイン数が変化してますね、ハムの場合。はい、これ。あの、走っているハムをタップするとコインを落とす。この落とす数が変わってると。スキル2だと点灯で60枚。 入ってきますこれで70、80。で、ここで100と120。ここで20枚プラスになるんですね。ここまで10枚だったのが。で、これがね、多分スキル4から5で、スキルチケット3枚必要になるので、まあ、その必要分多くしてるのかなっていう調整が入っていると思います。なんで、スキル上がるごとに、補正値と転灯させた時のコイン数が増加と。スキル4から5で、転灯時のコインがプラス20枚。 で、スキルチケットに必要枚数がスキル4から5で3枚になるので、その調整だと思います。今言ったことと全く一緒だね。はい。そんな感じですね。なので、本来プラスの F なので、えー、っと、18消去で166枚なんですけど、これに、えー、っと、120枚追加になるので、286と、こういう計算になりますね。 うん、だからハム使うとしたらせめてスキル5くらいまで上げないとちょっと厳しいかな。厳しいというかここら辺で結構恩恵がもらえますね。はい、次にスクルージの補正率です。スキル2、3、4、5、6と上がると、これね、結構上がってるね。スキル1だと E 補正。ちょっとここには書いてないんだけど。ね、そこから3段階上がります。スキル2だと H で K で N、P、R まで上がります。 で、ここは3段階、3段階、2段階、スキル4から5で2段階しか上がんないんだよね。なんで、ハムと逆で、スキル低いうちは一気に上がるんだけど、後になるにつれてちょっと緩やかになっちゃいます。まあ、それでもめちゃくちゃ補正率は高いんですけど、なんで、まあ、全粒中トップのコイン補正を持っています。まあ、一部ちょっと例外がいるんですけど、まあ、単純な補正率であればダント突でトップですね。で、えっ、ー、と、低スキルからの上がり幅が大きいので、 で、まあ、上げたらあげただけすぐに強くなれるツムではありますね。ただ、ハムと違って、あのー、スキル中、ツムが動くわけじゃないので、スキルゲージの繰り越しとかができないし、まあ、ジャイロを使ってちょっと右上の方寄せないと、まあ、消去量がこの18とか19とか起きないので、まあ、意外と難しいかな。 ま、その、スキルゲージの繰り越しとか難しい人にとってはこっちの方が簡単に稼げるかもしれないけど、そういうこと考えなくていいから。うん。まあ、そこはハムとスクルージー、まあ、好きな方でいいと思います。とりあえずこの補正率を他のツムにつけたらね、荒稼ぎできるんだけどね。ジェダイなんかに、ね、つけてくんねえかなね。もう、毎回、一回のスキルで3000コインくらい入ってきそうだけどね <laughs>。 はい。次に特殊補正ってことで、上腕と鏡ですね。まあ、スキル上がるごとにこの効果の 3L とか L とかが変わってきますけど、まあ、詳細はこんな感じですね。スキル1だとマイナス補正 E。で、そっから D、D、C、C、B になります。あの、スキルごとに毎回上がるわけじゃないんですけど、じゃあ、どこが違うかっていうと、多分、ドクリングの範囲が広がってると思います。 まスキル上がるごとにマイナス補正が緩和されていくと。ただ、えっ、ー、と、スキル1もスキル6も効果時間は変わらなかったので、まあ他に変わるとしたら、もうドリンゴの消去範囲以外ないと思うから、多分ここが増えてる。なんで、E から D。まあ、B、この40消去連発できるツムでマイナス B だったら、そりゃ強いよねっていう。まあガストンでマイナスの A、ユケールでもマイナスの C だから、まあその間に位置する。 マイナスの B の補正しかかけられてないんだったら、うん、本当にうまいことを40小規模連発できれば、あの、トップ3くらいに入るんじゃないかな。まあ、それがうまくいかないから <laughs>、もうちょっと下にいるんだけどね。で、まあ、使うとしたらスキル4かな、ここでマイナスの D から C に変わるところ、うん、C くらいまでいけば、 うん、やっぱ強いかなと思うので、もしジョーンの鏡復活して手に入れた際にはスキル4くらいまで上げるのをおすすめします。今日こういう感じでね、あのー、まあ、動画とか見てね、えっ、ー、と44消去45消去で、まあ、どれくらいのコイン数が入ってるかっていうのを見て、さっきのね、各テーブルごとに当てはめて、まあ、こうやって検証をしています。 はい。次に、ダルマミッキーですね。このツムもかなり特殊ですね。っていうのも、このダルマミッキーは、この金色のダルマを消すと、コインが多めにもらえるっていうだけなんですよ。実は。コイン、あの、効果 3L とか L っていうのが、えっ、ー、と、この金ダルマから出てくるコイン数が変わっています。実際のチェーン数に補正はありません。 なんで、普通のこの赤色のダルマだけ消すと、通常の補正率でコインが入ってきます。なんで、金色のダルマ消すだけで、ま、スキル6だと25枚一つ。なんで、3チェーンで75コイン入りました。本来なら3チェーンだと0コインなんですよ。どんだけプラスがあっても、さっきのスクルージとかでプラス R とか言っても、3チェーンだと0コインなんですけどね。だけど、金色のダルマ消すと、 消した分だけ入るので、あのー、多くコインが入ります。で、これ簡単な計算になるんですけど、例えばスキル4だと、えー、っと、19。1つに対して19枚なので、19×4 で76。で、それプラス、そのチェーン数のコインが入ってくるので、4チェーンで1コイン。なんで76足す1で77コインと。で、スキル6で6チェーンした場合に、25×6 で150コイン。 で、6チェーンで5コイン入ってくるので、150足す5で155と、こういう計算になりますね。なんで、もう、ダルマミッキーの場合は、あの、長くチェーンをつなげるよりも、とにかく金ダルマを消せば消すほど、あの、コインが多く入るので、この、チェーンに補正がかかってるわけじゃないから、 とにかく金だるまを消せば消せるほどいいんです。もうボムであろうが何であろうがひたすら消せばコインが多く入るので、もう効果時間内にひたすら消すと効率よくなります。はーい。で、話す順番ちょっとね、前後しちゃったんですけど、ごめんなさい。後で気づいたんだけど、あのー、固定数増加のツムがいるんですね。例えばね、 チェーンずつ消えるんだけど、コインが入ってくるツムっているでしょま、あここら辺のツムなんだけど、これはね、もう増加量が完全に固定されてます。サムガリピグレットで消すと1個ずつ消えるんですけど、もう1消去からコインが入ってきます。これが全部2ずつ増加してますね。サムガリピグレットの場合だと増加2で固定になります。で、パッチだと増加3です。で、えっと、ジョン・ディー・コン。ちょっとイントネーションわかんないんだけど、ジョンの場合は6増加ですね。まあ、ここは唯一補正です。 ね、一体しかいないので、で、えー、とホイップ30シードナルドパイレーツクラリツ、これが7増加になりますね。あの、一生ごとに7枚増加で入って できますこの赤文字のところが、まあ、実際入ってきたコイン数ですね。で、これもね、なんか、めちゃくちゃプラス補正とか言ってる人もいたのかなだけど、実際ね、まあ、下の方で見れば、確かに、この時はプラスの補正なんだけど、上がるにつれてマイナスになっていくので、ま、あマイナスもプラスもそういう言い方だと、多分適切じゃないと思うので、とりあえず7増加固定ってことになります。 はい。次に、まあ、大粒補正が関わってくる粒が何体かいるので、まあ、その例として一応ペリウィンクルで、まあ、こういう風に解説をしていきます。あと、ウサプーとかもそうなんだけど、えっ、ー、と、ペリウィンクルの場合は、一つの粒を集めて特殊ボムを作ります。ちょっと範囲が広いやつ。で、これで消したら、その集めた粒プラス、周りの消去で35消去するんですけど、入ってくるポイン数がちょっと少ないと。 いうわけなんですね35消去したら実際だと258コインここかな258コイン入るんだけど実際は222コインしか入ってないとあれれーって感じなんだけどこれはねこの15っていうのがまあ大粒と同じ扱い粒1個で5個分でペリンクルの場合だと粒1個で15個分ってことになるのでこれね前14個がカットされます大粒補正と同じで。 だから最後の15個目のツムとして、コイン数が入ってくるので、ま、このピンクのところだね。ピンクのところ15チェーン目から、あと、後ろの周りのツムがバーっと消したことになるので、このピンクのところだけをすべて足すと、はい、こちらですね。えっと、222コインになります10。1 0るえー、いくつわかんない10かな。 うん、ここで100か違うわ、15か。15、150コイン。150コイン足す、まあ、1 2る6かな。で、222コインになります。まあ、こういう計算がされてますね。他のツムも起きる現象なんですけど、とりあえず、まあ、こういう補正もあるよってことでお話をしました。で、もう一個。 ありまして、その数箇所消去のツムのことなんですけど、まあ主にこの3体になります。まあこのツム見た瞬間にあれかなって思い浮かんだと思うんですけど、えー、っと、この3体に関しては、まあ消去数表記。こうやって数箇所いくつか消したんだけど、消去数は合計で表示されます。ただ、このコイン数っていうのはそれぞれの箇所で入ってきた コイン数になるので、まあ、32消去だと本来数字だけで言ったら222コイン入るんですけど、実際入ってくるコイン数がめちゃくちゃ少ないと。これすごいマイナス補正入ってんじゃないのっていう人いるんですけど、これはね、本当にただ5から6の消去量ここら辺でしてるだけなので、マイナス補正にはなりません。で、実際動画見てもらった方がわかると思うんですけど、 これがね、ま、あちゃんと、それぞれのコイン数になってるっていう、ま、あ証拠というかね、はい。ま、あこういった感じで、えっと、妻が消去されてると。で、これ、コマ送りで見ていくと、はい。はい、もうここを光ってるでしょこれがまず1箇所目です。もうこの時点で、ま、あ数箇所ちゃんとし消してるっていうのがわかると思うんですけど、はい、その次に、はい、ここ。とここ。1箇所、2箇所、3箇所。 で、下の方だね。ここのキラキラ4箇所。で、一番端のここですね。ここで5箇所になります。なんで、それぞれの場所で消去した時のコイン数。要は、7、6、7みたいな感じで。入ってくるコイン数が多分5枚、7枚、10枚。それを全部足して、実際ここにコイン数が入ってきてるので、まあ、マイナスの補正ではないんだよね。で、これね、ななんでかっていうか、僕は全然不思議じゃなかったんだよね。 っていうのも、最初に出た数箇所消去ってペリーだったんですよ。で、ペリーがもともとこういう、えー、っと、仕様だったから、何にも不思議に思わなくて、で、その後のバンビも、まあ、消去数6から9とか書いてあるから、ペリーも同じだね。4から4か。まあ、4箇所。で、重なった場所は、あのー、合計数字。 なるから、まあ、レックスもそれと同じだよねっていう <laughs>。ただそれにしか思わなかったんだよ <laughs>。でもなんかすげえマイナスかかってるみたいなね、言ってる人がなんかちらほらいたりしたので、ねえ、何言ってんのって思ったんだけど <laughs>。これね、ま、いろいろ調べてって、もしかしたらって思って、この消去数がま、5から6とかってこういうテキストになってるのは、あのー、それぞれ。 のコイン数で入ってくる。例えばね、他の数箇所で行くと、まあ、ザーグとか、ザーグとかは合計の消去量で入ってくるんですよ。これ32消去したら32消去分入ってきたりするんですよね。で、他にも、このカバレロドナルド、まあこれ報酬粒なんですけど、これもね、えっ、ー、と、コイン数合計で入ってくるんで、もしかして、 効果範囲 M サイズとか書いてあるツムは合計の消去量でコイン数が入ってくるんじゃないかなーってピンと来たわけですよ。と思ったらね、このホリテードワールドが効果 3L とか書いてあるのに、それぞれの箇所で合計じゃなかったから。<laughs> ま、崩されちゃったんですけど、まあ、とりあえずこの3体のみですね。もう謎が解けたかなーと思ったんだけど、謎は謎のままでしたね。なのでこの3体のみ特殊ですね。他のツムは被ってても、それぞれの消去数。まあ、ほら、デードナルドが3箇所消すんだけど、まあ、被っててもちゃんと、10、10、10みたいな感じで、それぞれの場所からコイン数入ってくるし、まあ、中には合計の消去数表記。 で、その分ちゃんとコイン数が入ってきたりするので、まあこの3体のみですね、消去数合計表記がされるのは。表記されるんだけど、コイン数は別々。で、まあ初期の方のツムなので、もしかしたら、あの、ミッションとかビンゴとかでファンタスティック何回取れみたいなビンゴのやつがあったと思うんですよ。多分それを取りやすくするために、まあ、 あのー、消去範囲被ったら合計にしてあげてた説があると思います。本当に初期の頃って消去範囲広い積むってのがいなかったので、多分低スキルからでも、そのファンタスティックが取れるよう、ね、に、このファンタスティックね、にしてたんじゃないかなという予想ですね。なので、一応マイナスの補正ではないってことだけ覚えておいてください。 で、あと2体ほど、まあ、簡単に説明するんですけど、ダルマミニがスキル上がるごとに CDEF と上がってきます。まあ、保守積無なので、スキルチケットですぐ上がるんですけど。で、もう1体、その次のね、フレディ75、75さんが、えっ、ー、と、これ、使うたびに何か起こるかわからないって、4種類のスキルを使うんですけど、これね、全部違うの <laughs>。斜めラインが、えっ、ー、と、マイナス補正 A が入って、 で、変化系フレディ。普通のフレディと同じのがプラスの補正し、ボム、マジあのー、ロジャーボムが補正なし。で、一消去が六増加固定。ジョンと同じだよね。なんで、あのね、他のは元のやつと同じ補正になってるんですけど、このロジャーボムだけはなぜか補正なしになってました。はい、スキルがまあこんな感じなんですけど、 こうやって、なんか音符叩いて、やると、バーンって。この斜め消去今の斜め消去が、えっ、ー、と、マイナス補正 A と。まあ、こんな感じだダーって言ってって、もう一回使うと、あ、まあ、だ、だ、斜めなんだけど。で、次のスキルが、まあ、縦ライン、これフレディと同じで、これがね、プラスの補正 C がかかるっていう感じですね。 で、ロジャーボムっていう縦ラインのボムがあるんですけど、それがね、なんかおかしくて、本来ここにちょっとメモしてあったんだけど、普通のロジャーテイラーはマイナスの A なんですよ。ボム消去だと。ただ、このフレディでロジャーボムを出すと補正がないっていう、なんか謎の仕様がかかってるんだけど、うん、これはなんかの調整だったのかなわけわからんね。まあ、とりあえず、そこの話です。 はい。ということで、解説の方をしていきましたけど、どうでしたかねうーん、ためになったかどうかわからんけど、とりあえず僕は満足してます。全ツム調べられたので。でね、ま、あ最初にね、コイン補正ついたツムが何かなって言ったら、ま、あ一応レディーがプラスの E。い。うん、多分レディーが最初、ま、あこのー、そもそもスキルの効果で、ま、あプラスかかるっていうのがわかってるので、 いいんだけど、まあ、それ以外だと初めてのマイナス補正がねサプライズエルサなんですよねスキルのテキストにも書いてなくて補正がかかってるっていうのがサプライズエルサで最近の粒ねすごい補正かかってるねって言われてて、まあ、僕はね あんまりそんなこと感じなかったんだよね。まあ、マイナス補正の罪なんか割といるしって思って、そんな最近集まってるわけでもないかなって思ったんだけど、これ見るとね、ここら辺ずっと補正なし、ま、ちらほら補正がいる。補正なしずーっと来て、ここら辺も補正なし、補正なし、補正なしが多かった。ここら辺もばー、もうずーっと補正なしだからね。って思ったんだけど、えーっと、どこら辺かなここも補正なしだね。 ここらへん。マーリン。えっ、ー、とー、リロイとか出たくらい。で、ここも補正なしと。なし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 。なんかここからさ、文字多くなってきてんの。<laughs> 多分このロッドチャーム、シャイニングラプンツェル、ここらへんからね、補正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 なのよ <laughs>。だから多分ここ、今年 クララ・ベル・カウが今年だから、多分今年からね、補正かかったツムっていうのがめちゃくちゃいます。ただもちろんプラスの補正もいるんですけどね。このプラスの A とか B とか。うん、やっぱりいるし、まあ侍大将とかもね、強いしパレダリスも強いから、まあプラスでちゃんと強いツムもいるんだけど、まあやたらめったら補正かかってるなーっていうのは、 まあこれ調べて分かったことだね。で、途中で話したあのミキプルの重ね書きのコイン数がおかしいってことなんだけど、これ普通に考えたらバグなんだよね <laughs>。うん、スキルが重複したからってコイン数が増えたらなんかおかしいなと思うんで、まあ、ペアツムだからっていうのはあるかもしれんけど、もし次のペアツムでどちらも消去判定、まあ消去系で範囲が被るツムだった で、同じ現象が起きるんだったらしようかもしれないけど、まあ普通に考えたらバグだと思うので、うーん、どうなんだろうね。まあお得っちゃお得なんだけど。<laughs> というか、マイナス補正をもうちょっと緩和してくれればね、全然いいんだけどね。はい、そんなところです。はい、ということで今日の動画これで終わりですねうん。最初にも言ったけどね、めちゃくちゃ頑張ったので、<laughs> うーん、ご評価ちょうだい、みんな。 よろしくお願いします。では、ありがとうございました。バイバイ。